はい、前も後ろも右も左もつけすぎやろみたいな、ね、そうこんだけ拡張してどうすんだっていうね。みるみるランド。はい、どうもみなるひろゆきです。スタイリストリーナです。今日はこちらキャプテンスタックの B6 のかまど焚き火台、これ大人気の商品、はい、めっちゃ売れてるんですけど、これをカスタマイズしていきたいと思います。改造していこうと思います。でね、いろいろね、100均でパーツ買ってきました。で、キャプテンスタックさんが出してるオプションもね、はい、あるので、それもちょっと使っていきたいなと思ってます。もともとね、このオプション品でもっといろいろやろうと思ってたんですけど、調べていくと結構ね、100均グッズで改造してる人も多いから、そうもちろんこれはね、一番しっくりくるだろうけど、まあ、100均でやる方法もあるよと。そう、どっちもやってみて、ちょっといろいろデコレーションしていきたいなと思ってます。あとね、もう一つね、これもすごい便利なんですよ。そう、これね、トングが、これもキャプテンスタックさんのトングなんですけど、うん、この秀逸のトング、何が秀逸なのか後でお知らせしようと思います、はい、というわけでいろいろバリエーションやってみたいと思います。みるみるランド。はい、本家本元のこちらのね、キャプテンスタックさんのつけてくれてるオプション、これもね、買います。定価が1620円で Amazon で売ってたんですけど、それが半額になって1800円ぐらいでも売っています。それだけでもいろんなバージョンに展開できるんですよね。そう、ちょっとこの前にね、置くバージョンがあるので、まずはそれからパパッと前に置いてあげるだけで、もうこれで設置終わりなんですけど、こうやって置いてあげると、例えば木とかがはみ出したりするじゃないですか、うん、これ結構かまどは B6 サイズなのでちょっとちっちゃめなんですよ。なのでここが燃やしたいなと思って、ここで燃やしたいなと思った時に、このね、スペースが小さいので、例えばこんな大きいのこんな大きいの薪しかありませんっていう時もねまあはみ出るけど置ける置けるな。そうこれもしこれなかったら、知らなきゃいけないんだよね。そうなるわけですよ。だけどここでこのストッパーというか置き場所をね、拡張しておいてあげれば、よいしょ、ほら、でストップするじゃないですか。これだけで全然違うなと思って、手間が省けます、うん、っていうところで便利だなっていうのが、あとさ、中で燃やしつつ、あと燃やしてないやつここにこう置いといてね。あ、そうですね、ここにね、置いといてね、次燃やすよみたいなね、うん、そんな準備もできます、はい、その状態でちょっと横見せてもらっていいですか。どのぐらい出っ張ってるの、はい、結構出っ張ってますね。そうですね、これ何センチかちょっと測ってみましょう。あ、8.2mm、 8.2mm、 8.2mm って全然めっちゃちっちゃい、全然幅の意味ないからね、何にも置けないからね、8.2mm スペースにね、本当ですね。はい、そしてね、こちらが17.5cm です、はい、でこれをさらにパカッと外してあげて、風防みたいにしても使えるんですよね、うん、ちょっと風の強い時とかはこの前に置いてあげて、前に入ることによってここから風が入ってこないので、ちょっと風よけになるかなということで、こういう使い方もできます。これでね、普通に、まあ、上に網を乗っけてあげれば使えますと。これが2段活用です、うん、はい、2個目の活用はこの縦バージョン。そしてさらにこれをね、サイドにもつけられるんですよ。そこの横の穴に、そうなんですよ、ここに、ね、穴が 1,2,3,4,5,6 個入ってて、まあシャキーンと、そう、すごいですよね、この。そうすると横になんかいろいろ置ける、ここに置く場所ができるので、それこそこのトングとかをこう置くことができると。まあ、さっきみたいにちょっとした、ね、薪をね、置いといてもいい、うん、置いといてもいいし、あとカトラリーとか、うん、フォークとかナイフを置いといてあげてもいいかなと思います。1、2、3、使い
両サイドにつくんですよね。そう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 、こっちだけで。でそれ2つ買えば右左両方、そうそうそう、左右にね行けるよって。しかもこのさっきは上にやったんですけど、これでね下の台にも置くことができます。でこれはねやっぱりキャプテンスタックさんの元々のその部品だからめっちゃ使いやすいしすごい便利なんですよ。あさっきなんかそのトング秘密があるって言ってたんだけど、このトングじゃあこのサイズ感もいいですよね。なんか一人でやるときとか、そう、それがちょうどその B6 サイズにぴったり、うん、ジャストフィットのサイズ、ジャストフィットですし、ここにこうトングが開かないようにこう ついてるこの金具があるんですけど、うん、これ金具下げてあげると開きます、はい、でこの金具横から見ていただくとここにね、ここに出っ張りがあるじゃないですか、うん、これが味噌なんです。でこうやって置いてあげるとトングが下につかない、先っぽがね、そう先っぽがこのままなんですよ。なんかお肉とかお魚とか、まあ、野菜もそうですけど触った後ってこうトングどこに置こうみたいななるじゃないですか、置く場所ないよみたいな、ここ触っちゃうじゃん床にみたいなっていうところで、もしこのトングであればそのオプションパーツにジャストフィットするサイズ、ジャストフィットですよね。こういうことなんですよ、これがね、こういうこと、もう完成された、これでセットで販売されててもおかしくない、おかしくない、むしろこのセットで欲しい、うん、これほんとすごい秀逸だなって思います、このセット。みるみるランド、では今回ダイソーで買ってきたものを紹介させていただきます。こちらがこんなにフックのついているハンガーみたいな形の、そしてこれはね後ろ側に、はい、こんな感じで磁石がついているタイプの網ですね。でこれがですね支えになるネットのフックです。これが2つずつついています。でそれでこれが、角バット用の水切り網ということで、18.8 センチと 12.1 センチのサイズです。それがサイズがちょうど良かったんだよね。そうそうそう、これがちょうどねこの多分 B6 のサイズなんだと思います。ダイソーに行ってきました。でダイソーにはこれがあったんですけど、キャンドゥとあとセリアにも行ったんですが、キャンドゥとセリアではこのサイズはねちょっと見つけることが今回はできませんでした、うん、これってあれじゃないですか、普通になんか焼き網としても使えません？使えますね。や乗る？ごとくの上に乗るんじゃん。ごとくの上に乗るのか。ごとく乗っけて、あ、乗る。ジャストだね。ジャストですね。いいかも。この焼き網専用のですごいいいけど、これなくなっちゃったよっていう時はこっちで代用できる。うん。こんなやつ、スリム型ネットフックっていうやつ。どこに引っ掛ければいいのかな。あ、ここにもいける。こういうこと？ああ、乗らないですね、それだとね。乗らないわ。プロン。それだと乗らないと思う。これなんだろう。あ、わかった。次の焼き網待ってる場所的な。それは意味ないよね。いっぱい焼けるよ、的な感じで。網置き場的な。これはちょっと違ったな。何これ、え、どういうことですか、これ長さ足りなくないっていうお話ですよね。はい、今ですねこちらの網を何とかして使いたいと思っていろいろに試行錯誤をしたんですよ。ちょっと買ってくる金具を間違った、間違ってますね。ここに入れてみようとしたり、ここはもちろん入るんですけど、でもここに入れてしまうとですね、こうね、なんか網の待機場所みたいになっちゃうんですよ。ブランブランと。ブランブランと。本当はどうなる予定だったんですか？本当はこれがこういう風につくでした。予定ではね、こうかこう、こうつけたいねって思ってたんですけど、つかなかった、うん、これは失敗です。で他の人やってんのがもうちょっとそこ長いやつだったの？長かった。多分ね、このネットフック、これが50ミリなんですけど、多分もっと倍ぐらい長いやつで売ってれば、いろいろ探したんですよダイソーの中でも、売ってなくてこれが一番っぽいよねと思って買ってきてみたら失敗だったので、
皆さんがやるときはもっとね、この長さが長いやつだったらここ多分こうやっていけると思います、うん、これね、このカゴ、はい、これすごいね、いい感じじゃないですか。それもダイソーで、これもダイソーで、もうこれはここに引っ掛けて、それはそのまま簡単にできるよね。そう、そして最後もうねカチッとマグネット、マグネット、もうこれだったらこうね入れることができますよ。めっちゃ簡単じゃん。ちょっとくるって回してもらっていいですか。ほんと磁石でつけるだけ。これは便利でいいね。これ簡単ですね。一番簡単かもしれない。強度はどんなもんですか。強度はね、これかお箸とか。軽いのは乗せる。軽いものは OK だけど、重いもの来たらこうだん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 ね、多分ね、あ、下がってくる。もうその時点で下がってくる。ペンチとか乗せたらもう全然、あの無理ですね。ちょっと乗せてみてください。ペンチ全然ダメ。強度は弱い。強度は弱い。ただ本当に軽いものだったらいけるかな。トングぐらいだったら。トングぐらい。トングとかお箸だったら、うん、まあいいかなっていうね。はい、こんな感じでいけます。みるみるランド。というわけで、あれからちょっと いろいろね、あれこれやってみたんですけども、はい、まあ、結局ね、うちら買ったこれが短かったっていうのが一番失敗の原因です。このスリム型ネットフック 50mm だったんですけど、これ本当は 100mm、 10cm のやつだともっとねこの倍になるから、ここがね、うんうんうん、ちゃんとこう長くなってここまでホールドできると、うん、でただ売ってなかったのね。そうそうそう。で長いのあんまり売ってないかもしれない。その時は 50mm でも頑張ればできるっていう。いろいろやったんだけどね、ここをね、ここが緩いとスコってこうなっちゃうから、うんうん、ここのここをですね、僕はペンチでちょっとこう狭めたんですよ。ああ、はいはいはい。でここペンチでこうちょっとギュって絞って、若干ね、あんまりやりすぎると今度入んなくなっちゃうから、うんうん、若干絞ってあげて、うんうん、でここにねつけていくんですよ。こうやって、こうやって、うんうん、これも同じく、そうするとここがホールドされてこんな感じで、ああ、ちょっと絞ってあげることによってそこが簡単に上にパカって、ね、簡単にパコっていかない、いかなくなったんだ。昨日はホールドしてホールドとかしてないから簡単にいって、ここちょっと絞ってあげると、あ、なるほど、結構ね耐えられると思います。あんまりもともと重いのは乗せないと思う、ね、うんうんうん、ただ短いからここがねパコって出ちゃうから、うんうんうん、ここはしょうがない。だからここを気になる方は10cm、 100mm、 10cm のやつを買いましょう、うんうん、でこれでこうすることで、まあ、こっちも同じように、これでもねやってて楽しいよね。ね、なんかあのグッズを探しに行き、いろいろ考えた末やっぱりこれだねとなって、そうそうそう、探すのも楽しいし、いろいろこうやって工夫するのも楽しいし、うんうん、これで左右に何拡張できました。拡張できました。でさらにこれをですね、羽が生えたみたいな、これを例えばこの上にこんな感じで置けば、うん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 、でここにこうやってここになんか巻きとか置いて、でなんかね、ここでこう温めたやつをここでこうやってこうやって置くのもできる。おお。であとこれを後ろにつけてしまえば全部拡張してます、はい、前も後ろも右も左もつけすぎやろみたいなね。そう、こんだけ拡張してどうすんだっていうね。こんな感じでね、マックスやりました的な感じです。はい、これだけの拡張ができました。楽しい。はい、 B6 サイズなのにこんなに大きくなっちゃうですね。ただ、うん、まあこれとこれは持ち運びがちょっとねスマートじゃないんだけど、うんうん、まあ、これだけだったら多分、うん、全部ねこのケースの中に入ると思うんです。ちょっとやってみます。おー、やってみます。
このかまどのいいところは、はい、スリムに持ち運びできるっていうね、うんうんうん、なのでソロキャンとかにも最適っていうのが、そうですね、これが一番の売りだと思うんです、うんうん、そうなんですよ。やっぱり直火できないところでソロキャン行った時でも、うん、なんかやっぱり炭火使いたい時とかにめっちゃ便利。そうそうそう、で自転車で持ってったんですけど私は、うん、すごい良かったですね。はい、こんな感じでコンパクトに、そう、めっちゃコンパクトなります。で、本体だけだと本当これだけですよね。うんうん、で、この収納ケースに入れる。で、さらにこのオプションのパーツ、はいはい、これもここに入ります。はい、で、さらに、このミニトング、先のつかないミニトング、これも入ります。これがいいところなんですよね。うんうんうん、だからこれだけでも全然いいし、うんうん、さらに100均のダイソーのこういう網とかも入っちゃいます、うんうん、結構この、ね、収納ケース余裕あるんですよね。そうですね。あとこの金具も入っちゃいます。あ、全部いけちゃうんだ。入っちゃいます。すごい、なんか通販になってきたもうこれだけ入ってみたいな。こんなコンパクトですよね。あ、すごいすごい。ただこっちはね、こっちはどうしても入んないから、うんうん、これはちょっと邪魔になっちゃうから、ソロキャンにはちょっと適さないかな。まあでもこれぐらいだからね、そうね、持ってってもいいし、持ってってもいいし、持ってかなくてもいいし、お好みで、っていう感じです。おお。みるみるランド、はい、塩コショウしてみました。はい、わあ、胡椒の匂いがしてきた。え、胡椒いい香り。これめっちゃいい。ちょっと不安だから結局使わないというね。拡張した。拡張したけど。これ使いましょう。それはいいね。でもさ、今思ったんですけど、櫛だからこれあんまり。まだ意味ないね。あ、トマト焼くときに使うの。しかもさ、先のつかないトングなのにそこに入れたらその機能は別にいなくていいっていう。本当だ。ここに置くときいいんですね。そうそうそう。まあ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 、いいじゃないですか。はい、まあ、いろんな使い方ができるよと。できるよと。楽しいよと。はい、何気にここがね、いい感じで串入れになることが分かりました。こういう使い方もできます。